はい、えー、今回質問いただいたの回答していきたいと思います。えー、と、質問内容はダウンセルですね。要は、買わなかった人にダウンセルを仕掛けるタイミングはどれぐらいがいいでしょうかみたいな質問なんですけども、ダウンセルを仕掛けるときは、大体まあ、2日か3日じゃないですか、置くっていうことですね、うん。で、この2日、3日で何をしなければいけないのかっていうと、その、なんだろうな、あの、買わなかった人への、えーま、ステップメール。 ですね、ど,うどういうことかっていうと何だろうなあのいきなりセールスなんかがっつりねこっちの前の商品をもう,もう究極がっつり売ってるわけじゃないですかで売ってこっちもがっつりはいきなりは売ったらこいつ金の亡者かって思われるわけですよねわかりますがっつりセールスしてまたセールスみたいなね, <laughs> ねなのでここにこの3日間で何が必要かっていうと理由だったりとかなぜそれをするのかっていうことのステップメールというかそれを必要ですね それが必要ですだから例えば、あのこれを買わなかったで、でたとまあ、僕が、ね、よくある、まあ、経験上からちょっとお話ししますけど、まあ、大体買わない人って、まあ、何かの理由をつけるわけですよ。でその理由の一つとして、まあ、8割ぐらいある金の問題ですよね。<laughs> であの実際にお金がないから、まあ、入りたかったけど、お金がなくてあの入れなかったみたいな声がまあまあだいぶあります。だからそれを ピックアップして、で、まあ、今回ね、あの、まあのま商品の方、セールス終わりました。ただ、今回、あのかなりの人数の方がお金がないというところで、せっかくのね、あのご案内してたのが、入りたいけれども、入りたかったけど、お金がないから入れないっていう理由が非常に多かったです。で、今、あのまあ、せっかくね、ここまで見ていただいて、 で僕の商品にね、興味持ってもらってるので、何かできないかっていうのを考え中ですみたいな種まきをするってことですね。かりますで、その種まき期間がまあ3日ぐらいあればいいかなっていう。うん、だからその種まきをしっかりやるとダウンセルもコンバージョンは上がります。ただし、この種まきしてないと、あのまあ、金の亡者かみたいになるので、しっかりなぜそれを売るのかっていう理由をしっかり提示するってことは大事です。なぜ あなたにこのダウンセールを提案するのか、その理由はこうですよっていう、明確的に最初に提示することが大事ですね。うん。結局、その、なんだろうな、うん、あれなんですよ。あの、<laughs> ね、よく言うんですけど、お正月セールってとかね、ぶっちゃけその、ネットリタラシー高い人は別にネットで検索すれば、正月セールスより安く買えたりするわけじゃないですか。だけど、お正月しか入らない、お正月という理由。 お正月だから安いという理由、ゴールデンウィークだから安いという理由、クリスマスだから安いという理由、だから年末セールスですよとか、あとジャパネット高田とかもよくやりますけど、何だ、何周年記念とかね、あと決算なんちゃらみたいな、決算だから今回お客様にみたいなね、わかりますで決算だからという理由ですよね。何周年だからという理由ですよね。 だから安く提案しますんですよっていう。これがね、めちゃくちゃ重要ですね。で、この理由が明確的にしっかり種まきができると、あ、僕のために、セールスから、あなんだろうな、僕のために提案してくれたんだなっていうところがあります。だからこれは、あの、深いコピーライティング、もっと感情をえぐるようなコピーライティングをかけると、その理由付けの部分で、いろいろなストーリーをね、作れます。いろいろな。例えば、 まあ一応考えたんだけどうーん考えて例えばねこれ段階層でこれもう上級テクニックですけど、あのー、じゃあ、えー、お金がないから何や、あのー、今考えてますと、うん、で考えてで,で考えてじゃあ2日目ぐらいにね、あのー、なんかこんな商品出そうと思いますみたいなでその次の日にこれ上級なんですけど 1一回下げてあげるみたいな、まあ、こ,れはこの前、ドリアカーの勉強会でも言ったんですけど、ジェットコースターなんですけど、あのー、まあ理由をつけてーセールスします、で、次落とすんですよ、やっぱりいろいろ考えた結果、うーんなんやあのセールスするのは、まあ、お金がない人にセールするのはどうかっていろいろ考えて、まあ、いい商品だったけど、今回ちょっとやめますと、その代わり無料でプレゼントしますみたいな。 ああ販売するのかと思ったらそこにまた販売しない理由付けするんですよね、わかりますはんまずここに理由があって、この理由に対して販売します、でも販売を停止する理由を言って、でそこでギブしてで、そこでお客さんの濃いアンケートを取ってで、それでまたこの濃いお客さんにワンツーで電話クロージングするのかわからないですけど、それでまたこのアンケート結果をもとにまた理由付けして、やっぱりいろいろ見た結果とかね。 こういう感じにすると、うんみたいな。で、今回、そのね、あの価格は下げるけども、めちゃめちゃいい商品を、ね、提供したいと思います。で、実際に、あこの前、プレゼントを配った結果、こんな意見がありましたと。で、この意見を価格を抑えてもこの、ここの悩みを改善できるような商品をぶち込みますみたいな。サービスをぶち込みますみたいな。うえみたいな話ですよね。<laughs> まあ、こんな感じですね。だそうすると、ぐらぐら揺れるって感じですかね。 まあちょっとこれはね、結構、上級のコピーかけないと難しいんですけど、まあまあ、ベターはしっかりと理由付けですね、種まきをするってことです。はいまあ、その期間はまあ3日ぐらいがベターかなというところでございます。はいということで、いただいた質問に対して回答させていただきました。ありがとうございます。